神戸市教育委員会は、4月から初めて教壇に立つ教員を対象とした採用前研修を今日から実施しています。神戸市教育委員会は、教員不足などから来年度の教員採用を例年より大幅に拡大し、4月から教壇に立つ経験のない教員に実践的な指導力を採用前に身につけてもらおうと、今日から採用前研修を始めました。対象となるのは、教員免許を取得してから一度も授業をしたことがない新規採用者およそ260人で、採用前研修は小学校や中学校など学校の種類ごとに今月と来月に実施され、模擬授業なども行われます。研修初日の今日は、学級で実際に起こりうる場面を想定したデモンストレーションが行われ、参加者たちは対応時の相槌や表情などから児童生徒との関係づくりについて学んでいました。先生、足が痛くて保健室に行ってたんです。よし、痛かった、大丈夫、うん、でも先生もみんなも心配したから、次から誰かに伝えてから保健室行ってな。実際に学校現場でありそうな内容を取り扱っていただけたので、現場に行った時にこのことを思い出して活用できると感じました。少し不安が和らいだなと思いました。ワクワクしてきました。受講者には研修の参加日数に応じた報酬が支払われ、研修は来月17日まで実施されます。